はい、こんにちは。今回新しいですね、D シリーズが生まれました。名前が D コークス、COAX、意味はですね、巧みに誘い出す、なかなか釣れないお魚を巧みに誘い出して我が物にしようという、悪巧み用のルアーですね。物としてはこんなやつです。やっぱりへの字の背中が切っ張っていて、こんなお顔をしてます。お腹にもちょっと特徴がありますね。これはサイズ的にですね、65ミリの D コークスです。もっと小さいのもあります。 D コークスの51ミリです。これは重さが 4.6グラム、先ほどの65ミリの方は 8.4 グラムですね。これもこんなお顔をしています。北郷と比べるとこんな感じですかね。何色ぐらいあるかってパネル用意してあります。全部でね12色用意しました。顔隠しちゃいます。バーン、外れてないかな、ちょっと大きいかな、はい、こんな感じですね。全部で12色スタートです。後から、いろんな機能をご説明します。それではですね、D コークスの機能、この子ですね、これ音がします。こっちに重心が行きました。こっちのフロントのベリーの方に重心が移動して、これ重心移動です。これますね、重心移動。51のも重心移動です。はい、これはですね、着水した時に、後ろにウエイトがいってるんで、着水した時にスコーンと落としたい、素早く落としたい、それからパッと立ち上がったらこっちのフロントの方に重心が移動して、もう重心自体で水平のフォールを手に入れたい、そういうことなんですよ。それを手に入れることによってね、いろいろ従来できなかったことが可能になりました。で、それをさらに際立たせるのに、いろいろ持ってきた機能が3つあります。1つが沈むときは、ここの面で水圧を受けるわけですね。こうやってで重さでこう沈んでいくと、だからここがこうこういう船型のようになってるよりは真っ平らの方が抵抗が大きいんですね。こう沈む時にこう抵抗が大きい、なので、ここの面がほら平らでしょ、わかります、平らでしょ。なのでこの抵抗が大きくて、この沈むスピードをゆっくりに持って、さらにですね、大きく強い力で動かすと上にピックアップすることになりますよね。だからここのレンジから外れる、でゆっくり沈むということになるので、できるだけこのレンジを外したくない、でもライブリー、まあ、生きた魚のように見せたい、そのためにはですね、大きく動かすんじゃなくてちょっとの微入力でギラリギラリってなるようにしたいんですね。そうするにはこの面が、丸っこいよりも平らな状態の、平べったい方が光がビカーンと反射しますよね。しかもこの鱗のクロスラインをこの辺まで、上の方ですね、この辺までにして、こっから今指でなぞってるような部分はほぼプレーンなような状態、キラリンキラリンするように、考えてあります。こっちの方がキラキラするかな、どうでしょうね、こういう感じです。で、微入力でも動くように、リップを少しこうですね、この方が見やすいね、ちょっと先っぽが広がった内輪型、若干の水を噛むだけでグラッ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 と泳ぐように、微入力でも泳がせるようにリップの形状もそうしてあります。D コークス、ストーンとレンジに入って、ひとたびウエートが移ると水平の泳ぎを手に入れて、フォールもゆっくりで、ゆっくりの攻めができる、これが狙いです。
ですね、通常の D コンやなんかと同じように、使うことができます。見てくださいね、着水して、Twitch 入れるとほらスライドしてチャッチャッチャッと横に、平を打っていきます。ですから着水してすぐ Twitch に入ってしまったりすれば、こういう動きもできるし、まあ、逆にね少しフォールさせて60センチぐらい潜ったところで今度は連続の Twitch をかけ続けていればこういう泳ぎになるわけですよね。ご覧いただいている通り着水から、ずっとロッドは Twitch をかけてます。これをかけてるとこのように連続した平打ち左右へのスライドというのを生み出した泳ぎになります。ですから D コークスも D コンのように使おうと思えば何の違和感もなくこうやって使えるわけです。はい、でもこれはね D コンでもできるんで、D コンでいいじゃないかと。実際の妙味というかあれはこの後にあります。はい、キャストして、テールに重心が移動しているんで、ご覧のように、着水からスーッと入ってきます。これスパイラルでちょっとねこうくるくるくるっと回りながらゆっくり回りながら落ちますけど、こういう感じで、まあ、ライフルなんかもそうですよね。まっすぐ落ちる時ってライフルって回転しながら弾飛んでくる原理と同じように、横にぶれないためにはスパイラルをちょっとした方がいい。その方が横にぶれないのでまっすぐに落ちるのでさらにレンジ到達スピードっていうのは早く到達することになります。着水してから自分の望むレンジに到達するまでどん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 流されてってようやく自分の狙うレンジに行ったというともう半分以上流された後みたいなことってよくありますよね。まあ、場所によりだとは思いますけどそういう時に、狙ったレンジにスポンと入ると釣りそのもので魚を狙っている時間っていうのが長く、それに集中できるそういうことですね。スポンと入ってスーッと落ちていく、これ着水後のレンジに到達するまでの映像です。はい、水平のフォール、または水平のドリフト、それから水平の送り込みですね。水平の姿勢で、ゆっくりの沈みというのが手に入るとこういうようなことができるというような映像をご覧いただいてます。水中で、ゆっくり水平の姿勢を保ちながら、フォールしていく。これが、まあ、食わせの間になったり、じっくり見てる魚に、スイッチを入れるきっかけになったり、まあ、シチュエーションによって様々かと思いますけどもガチャ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 泳ぐ攻め方とはまた違う誘い方ができる、水平のフォールの水中映像です。Twitch して、水平にフォールしていく。Twitch を加えるとミノが翻ってでその後水平にフォールする。言葉はですねイメージでは例えばトゥイッチをして、ドリフトしている時に水平になるまたは、アクションを加えた後、フォールしてこの時が水平にフォールする、さらにはですね、アクション時が誘いをかけたその後送り込みの時に水平にフォールの姿勢をする。まあ、こんなイメージですね。だから釣る人によって自分の釣りはトゥイッチドリフトだとかいや俺はアクション&フォールだとかいや俺誘いかけた後送り込んでんだよね言葉は違うんですけど水中でのルアーに求めているイメージは、今ご覧いただいているようなアクションの後に水平にフォールするというような動きですね。これが今ご覧いただいている通り D コークスだとできるということになります。